はい、ラジオのアジアご飯です。今日はですね、じゃん、カフェレストランガストさんに来ました。というのもですね、7月11日からガストさんとですね、僕がアジアンフェアということでコラボをさせていただいておりまして、5品監修したので、そちらのレシピそしてその内容をですね、この YouTube でもお届けできたらいいなというふうに思ってカメラを回しております。じゃあ早速行ってきましょうか。ね、いろんなフェアがやってるんですけども、その中に見てください、 1,2,3,4,5 品なんですけど も最初見た時めちゃめちゃ鳥肌立ったんですけど感動しました。じゃあ早速5品届きましたので見ていきましょうか。見ていただければと思うんですけど、すごくないですか、ゴロッゴロッゴロッゴロ。そしてね、しかもみずみずしいパクチーがいっぱいあります。これもね、ぜひ食べてほしいんですよ。ということで、ちょっと一品ずつですね、簡単にご紹介させていただきたいなと思ってるんですけども、カパオとグリーンカレーのプレートになります。ゴロゴロひき肉がね、粗挽きな感じになってるのがめちゃめちゃ推しで、具材もね、ズッキーニとかパプリカとか入ってるんですよ。やっぱカパオといえば絶対目玉焼きなので、目玉焼きを入れてほしいなっていう気持ちと、はい、なのでそれを叶えていただきました。サラダ取りたいながじゃないかなと思って、こちらの方付けさせていただきました。あとね、もう一つポイントが、ちょっとね、レモンを少しどかすと山がね2つあってんですよ。こうやってなんでかっていうと、ここでガパオを食べてほしいんですよ。ここのご飯でガパオを食べる、でこの山でグリーンカレーを食べてほしいんですっていうような、細かいところもこだわって今回監修してます。あとこのアーモンドが乗ってるんですよ。なのでザクザクっとした食感も楽しんでいただけるかと思います。であとはね、このレモンがあるので酸味を足して楽しんでいただけて、最後まで飽きずに食べられるような内容になってます。ちょっとね、グリーンカレーも見てほしいんですけど、このね、スープカップの中に入ってるんですよ。野菜結構ゴロゴロ入ってるんですよ。そしてね、肉はね、サラダチキン、最後まであっさり、胃にも心にも優しいような内容になってます。次にこちらのプレートもね、すごく美味しいんでご紹介させてください。アジアン風フライドチキンがドーンと乗ってます。 1,2,3,4 キロ乗ってる。ね、このね、衣がめちゃめちゃザクザクで美味しいんで、ちょっと後でね、食べてみたいと思うんですけども、自分で自家製の漬け汁っていうものを考えまして漬けてます。で、先ほどと一緒でこのサラダとグリーンカレーもついてくんですけども、サパオには目玉焼きがついてきたんで、こちらのフライドチキン限定のにはこのマンゴーがついてるので、ご飯、タンパク質、そして野菜、サラダ、そしてフルーツまで取れるっていうね、もう管理栄養士としてもすごく激推しな一品になってます。次に3つ目のメインがこちらです。じゃん、めっちゃ美味しそう、見てください。冷麺です。冷麺は今日はですね、トムヤムクン風の味付けの冷麺になってます。味付けとしてはトムヤムクン風味ということなので、ココナッツミルクも使ってるんですけども、ココナッツミルクだとちょっとくどくなるので、豆乳とブレンドしてオリジナル配合で作ってます。なので甘くて辛くて酸っぱいんですけども、その中に濃厚さが感じられるような一品になってます。ね、一つで満足するのかなって思われるかと思うんですけど、具材がね、エビとかサラダチキンが入ってるので、もうしっかりとメイン主役級の具材が入ってる。であとね、卵ね、トマトの酸味がまたいいんですよ。でハーブの香りでパクチーも添えてます。これもね、少しワンポイントなんですけど、見てください、アーモンドが散らしてあるんですよ。このアーモンドのザクザク感が麺の柔らかさとのコントラストがあって、一つのこだわりなんですけども入れさせていただきました。こちらがアジアン風フライドチキンなんですけども、漬け汁とかもスイートチリソース、ナンプラー、オイスターソースなどなど、複合したスパイスを1日以上漬け込んで味を染み込ませてから揚げてます。なのでしっかりとチキンが濃厚なんですよ。そこも楽しんでいただければなと思って作ってます。そして次に最後、このサラダです。エビとアボカドケールのアジアンサラダなんですけども、パワーサラダでまずエビ入ってるじゃん、そしてアボカドで、卵、トマト、でブロッコリー、これ筋トレしてる人でもすごくいいんじゃないかなと思うんですけど、でパクチーで、ケールも入ってるんですよ。この甘辛いソースっていうのも自家製ソースで結構今好評いただいてて、あとでちょっともうちょっと説明させてください。こんな感じでお肉と絡めて野菜食べて、いただきます。これうまい。タイの調味料とかをブレンドした液体をで味付けしてるんですけども、バジルの香りもしっかりとふわっと香っていただけるんじゃないかなと思ってます。でこだわりポイントとしては、今回のテーマがこのみんなの声から食べやすいアジアン料理ができましたって書いてあるんですけど、そうだから食べやすいアジアン料理っていうのは何のかなっていうのを考えて、辛さを極力減らして
食べやすい感じにしてるので、結構お子さんでもね食べやすいって言ってて、この間のコメントの中で、あのうちの8歳の子供がガパをバクバク食べてましたって言ったので、それぐらい食べやすいんだなと思った。この目玉焼きをちょっとじくって潰して、幸福です。パクチーと絡めて、グリーンカレーはこうご飯にねかけて、グリーンカレーって結構油っぽいんですよね。それが僕も結構好きなんですけども、でもこのガパオと一緒のプレートにしてるので、今回は極力油っぽさも抑えて、サラサラっとした スープを食べてるようなグリーンカレーっていうのを目指しました。ガパオがそんな辛くない分、グリーンカレーは少し辛めがあるので、そのメリハリがあっていいなと思うと、ピーナッツのね濃厚さが感じていただけるんじゃないかなと思います。箸休めるサラダ、自家製ドレッシングと一緒に、はい、いいそうです。いただきます。パクチーね、わさって一緒にいっていただきます。うまっ。ザクッと中にじわっとした肉の旨味もあって、でパクチーとまた合うんですよ。開発秘話としては、肉にアジアの調味料っていうのを複合してで漬けるんですよ。まずやっぱ味の染み込みって数時間とか入んないんですよ。なのでお願いをさせてもらって、最低でも1日はその調味料に漬け込むって感じなので、味わいが結構濃厚なんです。まずアジアで食べたことあるなってチキンの味がするんですけど、そこにこのザクザクの衣をつけることによってザクッとした食感が感じていただけるのかなと思います。で、グリーンカレーはさっきと一緒で、で、サラダも一緒なんで、マンゴーいきましょうか。プルプルしたマンゴー。マンゴーで口休め。とろっとした甘さがあるんで、ぴったりなんじゃないかなと思います、このプレートに。かなり贅沢な内容になってるかなと思います。今発売して1週間経ったところで、今 YouTube 撮影してるんですけども、冷麺すごい好評で、なんかこれがガストで食べれるなんてってコメントだったりとか、結構濃厚さが病みつきになりますとか、もうすでに3回食べましたってコメントもあったりとか、結構好評いただいてるので、結構濃厚な、ね、味わいが好きで、さっぱりと夏麺類を食べたいなって方にはすごくおすすめな一品になってます。冷麺がね、夏の間ガストさんすっごい人気なんですって。美味しい冷麺があるから、それでアジアン風な、レシピにできませんかって最初お話いただいて、最初はね、あのハーブ香るシンプルなレモングラスとかレモンが香るレモン冷麺みたいなのを提案させてもらって、透き通ったスープがすごくナンプラーベースで美味しかったんですけども、他のね、あのメニューのかぶりがあって似てるからっていうのでちょっと難しくなっちゃって、で次に提案したのが、やっぱアジアンといえばトムヤムクン味なんだろうなと思って、トムヤムクンスープってそのスープ、透き通ったスープとココナッツを入れて仕上げるスープが2種類あるんですね。トムヤムクンのココナッツ風のスープ、でそっちの方で冷麺をしてみたらどうなんだろうと思って、このレシピを作りました。女性のお客様にね注文していただきたいなと勝手に思ってたので、イソフラボンもね多く含まれてる豆乳とブレンドしたらどうかなと思ってやってみたら、すっごくマッチして、なんか濃厚さもありつつも爽やかでさらっと食べやすい夏にぴったりな冷麺になったんじゃないかなと思うので、辛いんだけどちょっと濃厚っていうようなメリハリがあるので、それだけじゃなくてちゃんとパクチーが入ってるから最後爽やかっていう、このクリーミー感がやめられないんですよね。このままね、あの少し辛さ抑えめで食べてもいいですし、ハバネロのペッパーがつくんですよ、味変みたいな。そう、結構辛いんで気をつけてください。濃厚さと辛さが後を引く感じで、ザクザクアーモンドがまたより食感が良くて食欲そそります。食欲全開に。アジアン風フライドチキンです。チキンはプレートと一緒なんですけど、プレートだけのチキンじゃ物足りないなって方とか、ガストはあのハッピーアワーもやってるから、ちょい飲みとかであのアジアン料理を食べたいなっていう方に向けてこれだけ単品で出させてもらってます。でパクチー苦手だったらパクチー抜きもできるんで、これを食べてください。ちょっとレモンをギュッと絞って、もう俺めちゃめちゃ筋トレしてんで、これ本当に嬉しくて、このケールがまた苦味があっていいなと思ってて、これは本当はメニュー案にはなかったんですよ。サラダが一品欲しいってお話があって、最初なんかねヤム運勢を提案してて、麺が伸びるから
ヤム温泉が難しいって話になっちゃって、じゃあサラダ今回ちょっと外そうかなって話になったんですけども、このね僕が考えた自家製のねスイートチリベースのドレッシングがあるんですね。隠し味にコンデンスミルクを入れてるから甘さもありながらも辛さもあるっていう、そのバランスが黄金比率で、最初の試食会で食べてもらった時にその女性の社員の方がこのドレッシングめちゃめちゃ美味しいっていう風な感じで反応してくれて、これ多分あの女子好きだわみたいな話があって、そんな評判だったらいろんなやつにかけても美味しいよねってことで、ね、チキンにかけたりとか、そしてドレッシングとかにしたりとかしてるんですけども、これだけ言ってほしいとかって言われてでこのドレッシングをね開発したいぐらいなんですけど、でそのドレッシングに合うサラダを作れたらどうかなっていうことで、まずこのサラダが生まれました。でパクチーってそもそも癖対癖が合う野菜のハーブの一つなんですけども、ちょっと足してみたら美味しかったんで入れてみました。このドレッシングをね食べてほしいです。毎日ね僕のインスタのフォロワーさんとかがガスト訪問のストーリーとかめちゃめちゃ上げてくれるんですけど、その中でもあのサラダのドレッシングがめっちゃ美味しかったんですっていうコメントがたくさんあって、あ好評なんだなーっていうのがね感じられてね嬉しいポイントになりましたね。だから作ってよかったなと思って。エビマヨとかエビチリマヨっていうのは少しコンデンスミルク入れるとまろやかになってすごく美味しいんですよ。でそのアイディアを考えて、じゃあこのスイートチリソースベースにもちょっとだけコンデンスミルク入れるといいんじゃないかなっていうことでやってみたら大ヒットで、辛くて少し甘くて、で野菜のね素材のみずみずしさも感じてもらえるような一品になってるかと思います。ブロッコリーの入れ方も最高だわ。いろいろ秘話を話していきたいなと思うんですけども、去年の秋ぐらいにお話いただいて、アジアフェアやったことないからアジア料理を食べたことない方もお客様としてたくさんいらっしゃるから、初めの一歩になるようなアジアン料理っていうものを一緒に考えませんかってお話をいただいて、光栄の極みだったんですけど、でガストのシェフの方もたくさんいらっしゃって、でいろんなことを教えていただいて、やっぱ店舗のことをすごく知ってるし、いろんな話し合いをさせてもらって、で今こうやってコーヒー並んでるんですけど、本当はね最初20品ぐらい提案していて、で201品の中からこうどんどん選抜されてって、あこれは作れるとかこれは作れないとかもちろんあったりとかして、一番苦労したのはやっぱアジアン料理って専門調味料とか食材が多いから、例えばナンプラーとか、グリーンカレーペーストとかトムヤムクンペーストとかっていうのがすごいなかなか手に入らなくて、グリーンカレーペーストとかも全店でフェアをしたら2日ぐらいでもうショートしちゃうっていうような量しか確保できなくて、じゃあタイの工場に掛け合って作ってもらうようにしようって言って作ってもらって、でなんとかフェアに間に合ったって感じだったの で最初のパクチーも難しいって話だったんですよ。なんなら全部の商品に使ってるから、ね、感謝です。でこうやってワンプレートだとちょこちょこいろんなものが食べられるから満足感が違うじゃないですか。なんかそういったプレートが作りたいなと思って今回提案したので、それが叶って嬉しいなと思います。最初にね試作で提案したのがこんな感じの写真なんですけども、まずガパオとそしてグリーンカレーと、最初ヤム温泉を予定したんです、ワンプレートの中に。もうヤム温泉が入ってくると結構食べ応えが出てしまって、なんか炭水化物が続いちゃうっていう話になって、まあ、それはそうだなと思ったので、じゃあ春雨じゃないものにしようってことで今回サラダにしてみたら、すごく食べやすいワンプレートになったかなっていうような感じになりました。でフライドチキンの方はこの写真が最初に作り上げたやつなんですけど、もうご飯とフライドチキンだけっていうような感じなんですけど、これはこれでやんちゃですごく美味しそうだなと思ったんですけど、女性のお客様に食べてもらいたいなって今回自分の中で勝手にコンセプトで思ってたので、そうするとなんかがっつり系すぎてちょっと嫌なのかなと思ったんですね。レモンはガストのシェフの方がレモンとかつけた方が絶対味変になるからいいんじゃないかなって提案してもらって、つけれるんだと思って、だから本当ね優秀なシェフの方たちのアドバイスと一緒に融合して作ったって感じなので、なんかいろいろ意見をねぶつけ合ってそれで試作してっていうので、今回こんなバランスのいい感じになりました。落選したの中で最後まで頑張って粘ったのがグリーンカレー煮込みハンバーグっていうのがあって、この写真なんですけど、それがねグリーンカレーがやっぱり全然品薄でなかなか手に入らないっていうことになって、結構いいところまで進んでたんですけども、最終的に全国でしっかりとお客様に届けるっていうところでは難しくなっちゃって、今回は断念になってしまいましたね。でもまあしょうがないんですけども、でもすごく美味しい商品ができたので、なんかハンバーグとグリーンカレーって相性がいいなと思いながらね、がっつり系で、それはそれでなんか自分も勉強になったなっていうのと、あとねエビパンっていうこの
の台風エビパンっていうのがあるんですけど、これもめちゃめちゃ美味しくて、でみんな頑張っていただいたんですけども、工場でちょっと作る再現性というところで難しかったくて今回ダメだったんですけども、デザートとかも結構出しててチェとかベトナムのチェとか、はい、あこんな感じですチェとかで、ね、美味しいっていう風な評価いただいたんですけど、ちょっと今回はねお客様にどうかなっていういろんなもみがありまして、もう話し合いもみ合いがありまして、ちょっと今回食べました。はい、ごちそうさまでした。なんだかんだ言って全部食べました。はい、ぜひぜひ全国のガスト店舗で、アジアンフェアやってますんで足運んでみてはいかがでしょうか。おすすめは全部なんですけども、新井くんは冷麺で、僕はなんかちょこちょこいろいろ食べれるプレートがおすすめになってますので、皆さんも全制覇して楽しんでいただければと思います。じゃあチャンネル登録と高評価お待ちしております。バイバイ。じゃあまた次回の動画で会いましょう。いつもの来る猫ちゃんロボットがなんとあの言葉を発するので聞いておいてください。すごいよ、マジですごいから。オープンカー、青く光るトレーから料理をお取りくださいにゃ。お待たせいたしました。はい、オープンカー、食事楽しんでください。来ました今、オープンカー、そして触るかーっていう風なことをあの猫ちゃんロボットが言ってくれるので、それもぜひ聞いてみてください。めっちゃ可愛いタイですね。こういうねなんか仕掛けも楽しいじゃないですか。これも X とか旧 Twitter で見てて、みんなコップンカーサワディーカーって言ってるっていうので今にぎわってるので、そこまでチェックしてほしいなと思います。すげー。